んにちは。カフェトークでドイツ語と英語の先生をしているオリエです。私のレッスンでは基本的には底面アクトエルという本を使っているんですけど、まあ生徒さんの希望に沿って、発音中心とか文法中心、会話中心とか、その他留学準備のコースとかもありますんで、ドイツに音楽留学などを考えている人は、ぜひそっちの方のレッスンも取ってみてください。語学のレッスンは、毎日コツコツ勉強することがとても大事です、根気を持って楽しく一緒に勉強しましょう。では皆さん、レッスンでお待ちしています。一緒に頑張りましょう。